占い好き必見マニアック占い話前編、はい、さあ先生、そして視聴者の皆様お待たせいたしました。マニアック占い話でございます。またこれでマニアックな質問をもらおうかと思ってこうやって呼び水をまた差し向けて、ね、はい、ということで、昨日見た方はね、はい、いくつかあるご質問の中の最後に、まあ、シビト数の星と五行についてというご質問があったわけなんです、はい、で、まあ、今日はそれを受けまして、まあ、シビト数のお話をまたやろうかなと、思っております。はい、はい、で、まあ、シビト数はね、私がこう説明しなくても、今日本にはこうもっとすごい先生たちはいっぱいいらっしゃいますのでね、その先生方の話を聞いていただければいいんですけれども、まあ、なんていうかな、中国の、宿命占い、名術と言われるものの中には、四柱推命というのが、まあ、大体が代表としてよく名前が挙がるわけなんですけれども、それに、まあ、双璧をなすと言われているのがもう一つこのシビト数という占星術であると、はい、で、シビト数というのは、まあ、シビっていうところで一辺切って、で、都数でもう一つの単語ということで、はい、シビ、都数というふうになっております。ただなぜかですね、語呂がいいせいかなんか知らんのだけども、はい、シビトで切る人が多いんですよ。うん、シビトスとまで言ったんだったらスーまで言ってくれればいいのに、はい、なんかみんなシビトシビトって言うんですよ。あ、でね、シビトなんて占いはありませんから、はい、シビとトスですので、切るんだったらシビで切ってくださいというね、はい、まあそういうで、シビというのは、まあ、星の名前でございます。まあ、中国の、なんかね、伝統的な星の、実際にある星の名前なんですが、まあ、要するに北極星のことなんですね、うん、北極星のことをシビ星というふうに呼んでおりましたと。で、昔からその星々はこう時間とともに動いて円運動してるんだけど、はい、北極星だけはずっといつまでたっても同じ位置にいるというところから、まあ、天上界の皇帝だろうと、はい、だからもうあそこが一番偉いところなんだみたいな感じにして、その四微星という皇帝を中心にして、その他地上と全く同じような構造で大臣がいたり部署があったり庶民がいたりって、そういうものが星々にいるよっていうのが、その、まあ、中国の神話の世界みたいなのがあるわけですよね、はい、でそういう、星々を使った占いとしてのシビト数というのがございますと。で、昨日ご質問にもあったんですけれども、この星に、まあ、五行をくっつけて説明するというやり方があるわけなんですね。で、今は市販の本なんか見てますと、もう何星は何とかってはっきり書いてあって、はい、もう、定説でしょみたいになるんだけれども、うん、実はこれ昨日言ってたですね、これシビト数全書という本でございまして、すごい、うん、まあ、中もちろん漢文でございます、台湾で、売られている本でございます、はい、ていうかね、ただ、出版社これ竹林書局というね、竹林さんというところだったんですが、はい、ここがもう今閉めちゃいましたんで、手に入らなくなっちゃった本なんですね。ただ版元は違っても古典ですから他の出版社からも出てると思いますけれども、うん、でこれなんか見てるとね、ここの本の中ですら、その一つの星に対して最初の方では、例えば土行、あ、土行じゃない、例えば水行って書いてあったのに、同じ星が後ろの方になると金行って書いてあったりするみたいに、なんか異説がいろいろあってですね、一つにそうそう定まるものではないんですよ。だから、今シビト数のいろんな流派が何とか星は何行であるみたいなのが、まあ、諸説ありますみたいな感じになってしまってるんですね。で、占いというのはその理論も大事なんだけれども、まあ究極言ってしまえば当たりゃいいんだってものですので、うん、当たらん占いなんか誰が習うかみたいなものなのでね、で、まあ、当たってくれれば別にいいんだけれども、ただやっぱりこうバックボーンちゃんとやっておかないと、応用も何もあったもんではないよということで、はい、まあ、このシビト数全書、別にこれだけがオリジナルテキストではないんですけれども、他にもいろんな古典があるんですけれども、まあ、伝統的にこの本をみんなバイブルのように昔は扱ってきましたよという本になっているわけでございます、はい、で、今日このマニアックの説明の中でですね、このシビト数全書がどうしたこうしたとかっていうところを説明しても、おそらく普通の、シビト数を教えてる先生の言う話と変わりのない話をすることになっちゃいますので、はい、あえて、まず今ざっくり紹介したらこれは置いときます。おう、この下りは終わったから置くぜあらワイルドじゃないですか。いやいやいや、ちょっとね、長袖着てます、ね、で、実は
お話ししたいのはもう一冊こちらにちょっと、はい、青くてカメラだと見えづらいかな、青字に黒字あね、はい、黒い文字で入っちゃってるんですけど、シビト数交渉というふうに考えるというね、シビト数をまあ交渉するという本がございます。でこれは、梁祥順という台湾の先生が書かれたものでございます。で、梁祥順先生というのは、まあね、台湾ではかなり、まあ高名だし研究の深い先生で、お亡くなりになられましたけれども、ちなみに我々関係者ですとですね、梁祥順先生が四柱推命について書いた本を、日本語訳した人で田中陽一郎さんという方がいらっしゃるんです、あの方が日本語訳してました。あ、そうなんですね。でこの、まあ、梁先生というのは四柱推命だけではなくって、まあ、あらゆる中国戦術に精通されて、しかもその、文献であるとか歴史であるとか非常に、詳しい先生なんですね。でその先生が書かれた死人数に対する本というのがございます。でこれを今回ちょっとご紹介したいなというふうになっているんですが、すで、はい、にかなり時間オーバーしてますので、詳しくは明日ということでですね、はい、もうマニアックあるあるですね、あるあるですね、はい、メインは後編に持っていくという、もっとこっから先は言いませんよ。ここまでで今日控えた方、明日はぜひ必見でございますのでお願いいたします。先生、明日もよろしくお願いします。ではまた明日。はい、明日はちゃんとやります。今日もですよ。